より小さい AFC アジアカップアジアハイレバノン0から0中国17日1次リーグ A 組第2戦ドーハ中国 FIFA ランキング79位が2試合連続のスコアレスドローに終わった1試合で勝ち点は2にとどまっている初戦で開催国カタールに0対3と敗れているレバノン FIFA ランキング107位に対し 五角の展開。前半44分にシュートのこぼれ球からゴールを狙ったが、グキマタルの体を張ったセーブを破れない。逆にレバノンに攻め込まれる場面も目立った。正確かつ強烈なミドルシュートを再三放たれたが、グキカオ春梁、炎順林のファインセーブでしのいだ。また、代表戦では珍しい相手 DF アルゼインのロングスローにも苦しめられた。 中国の最大のチャンスは後半20分。イニサイドからのシュート性のクロスをグキマタルがこぼす。これを FW ブライ、ウーレーが右足で押し込み、ついに均衡を破ったかと思われた。だが、カバリングに入った DF ハミスにゴールラインサイでクリアされた。ここはレバノンの一体感が光った。 後半37分にも右からのクロスボールに FW 林両名、林ンミ民ンが頭で合わせたが、ボールがヒットせずゴール枠を捉えることはできず。終盤の連続した CK もレバノンの体を張った守りを崩せず、9分に及ぶアディショナルタイムも活かせなかった。中国は今大会、初戦でタジキスタント0対0で引き分けている。 22年から代表の指揮を取るセルビア出身のアレクサンドル・ヤンコビッチ監督はここ最近は低調な内容の試合が続いており、国内では批判の的となっている。次戦は強豪カタールが相手だけに、一次リーグ敗退の危機に立たされている。